やっぱり。3箇所で切れている。英語と日本語が混ざってるよな。11、8、10。俳句？違いますよ。3箇所で切れて。英語と日本語が混ざってるよな。そういえば現代ってなんとかクロックだったような。そのままグランドファザーズクロックだよ。簡単な単語と数字くらいしか読み取れないな。ん？数字の部分、90年になってる。
どうした？急に黙り込んだと思ったら。ミサ、反時計回りに9、0だ。了解。もうすっかり探偵と助手だな、お前たち。探偵なんていいもんじゃないですよ、俺は。それにしても、どこからその数字を導き出したんだ？私にはさっぱりだ。なるみさんはこの曲に詳しいんじゃないですか？原曲のタイトルがすぐに出たくらいですから。ああ、まあ好きな曲ではあるよ。原曲も歌詞を自分なりに訳してみたりしたくらいだしな。その原詞にヒントがあったんですよ。原子？時計が止まった年数か？なるほど、クロックが止まるところに当てはまるな。そういうことです。それにしても、だったら普通原子じゃない方を考えるんじゃないのか？最初はそう思ったんですけどね、時計が英語になっていたことが引っかかったんです。そんなものかね。さあ、ミサが今最後の鍵を開けています。覚悟はいいですか？ミサ、そっちは時計回りだ。落ち着け。え？ああ、そっか。よくわかるな、テレビ電話じゃないのに。勘ですよ。開いたな。開いたのか？ええ、中には CD が入っているみたいです。最後のアルバムだ。どういうことだ？最後のアルバムっていうのはどういうことなんですか？父さんが死ぬ少し前に収録して遺作としてリリースされた CD さ。じゃあ当然この CD のことは。何度も聞いたよ、ミサたちとね。父さんの最後のピアノだったから。そうですか。あ、でもこれサンプルって書いてある。製品前のサンプル版だよ。でも中身が違うわけじゃないんだろう。曲目はどうなってる？あ、ちょっと待ってね。あ、うん、同じみたいだね。父さんはこの CD を私たちに送りたかったのか？だとしても、なんで暗号で隠す必要があったんだ？そもそも本当に、これが暗号が示してたものなのか？
これは。なるみさん、あの暗号が示していたのは確かにこのアルバムですよ。お前、なんでそこまで断言できる？アルバムの曲名、覚えてますか？曲名？ええ。ミサ、5、6、7曲目のタイトルを読んでみてくれ。え？うん、いいけど、何かわかったの？ああ、読めばわかるよ。じゃあ読むよ。海が鳴る。自己と向き合う礼拝。描く未来へ。これでいい？あ、ありがとう。わかりますか、なるみさん。その曲名なら知ってるよ。父さんの最後のアルバムだし、その3曲は特に私たちが好きな曲だから。やっぱり意思は伝わってるみたいですね。ん？ねえクー、どういうこと？曲名をよく見てください。なるみさんは5曲目を、ミサは6曲目を、サキちゃんは7曲目を特に。なんなんだよ。もったいつけないで話せよな。そうです、その3曲には成美さんたちの名前が入ってるんですよ。本当だ。でもなるねしか入ってないよ。ミサ、礼拝はミサと読む。サキちゃん、未来は先って読むんだと思うよ。あ！そっか、そういうことか。こんないたずらじみたこと、確かにやりそうだよ。ほんと、父さんらしい。あ、はい。
お前を信用するよ。責任を果たしてくれたんだからな。なるみさん。いや、悪い。いえ、大丈夫ですよ。ああ。なるね、特訓。ミサ、さっき、すまなかったな。余計な心配だったみたいだ。なるね。ありがとう、サキ。ミサもありがとう。いいよ。待てよ。ま、カメラがいつからついたかによるだろうがな。今度は何だって言うんだ。まったく目障りだよな。猫？なんでこんなところに猫がいるんだ？おいおい、まだ気づかないのかい？寂しいね。何度か近づいてやったのに、全然気づいてくれないんだもの。
もしかしてじらしてたのかな。いつから覗きの趣味を持ったんだ、幸宏。面白いことを言うね、君は。僕の仕事はあらゆるものの監視、言ってみれば覗き行為だよ。上げ足を取るなよ。質問に答えろ。どうしてここにいる。冷たいね。君のことを見守ってあげていたのに。しらじらしい。深く考えることはないよ。どうせ君にはわからない。ま、冗談はともかく、伝言があるんだよ。伝言？伝言というよりは意思ってところかな。音楽ディスク。彼女たちの父親からの本当の贈り物さ。彼女たちの風雪か。いや、それより本当のってどういう意味だ。それはあの宝箱に隠してあった本当の宝物だよ。彼は亡くなる直前にあのアルバムに中身をすり替えたんだ。すり替えた？何のために。質問ばかりだね。それくらいは自分で考えてよ。ま、だけど君の考えは的を得てはいないよ。隠したかったわけじゃない。そもそもどうしてお前がこれを持ってるんだよ。言っただろ、意思だって。彼を見とった時に心残りだったみたいだからね。気まぐれで届けただけさ。なんだって。じゃあお前は風行きと彼女たちを知っていたのか。知っている、知らないで言うなら知らない人間なんていないよ。上げ足を取るなと言ってる。お前は俺がここに来ることを知っていたのか。ここまでうまくいくとは思わなかったけどね。僕が山に行くと言ったら、君は海に行くとは予想がついていたよ。この野郎。回りくどいことしないで、
はっきりここに来るように言えばよかったじゃないか。君が素直に言うことを聞いたとでも？それはそれ、これはこれだ。ともかく、このディスクを届けさせるために俺にダンスを踊らせたのか？そうなったら面白いかな、くらいの用事だよ。だいたい、僕が意思を聞き入れることなんて滅多にあることじゃない。ただ、彼の曲は消えるには惜しい潤いだったとは思うよ。だから君で遊んでみたんだ。それで、風雪の死は本当に自殺だったのか？本気で聞いているのかい？僕には答えられるわけがないだろう。さ、おしゃべりはそろそろおしまいだ。そのディスクは適当に渡しておいてくれ。その後は？俺はこれからどうなる？ここにいるんだろう？君が選んだのなら僕は止めないよ。むしろ早く君はそうするべきだったんだから。いや、外の空気が吸いたくてね。嘘、何遠慮してんのさ。クーが見つけたんだから一緒に喜んでよ。でもあれは俺に当てたものじゃないだろ。そうだけど。ん？あー、なんだ、クーも抱きしめて欲しかったの？寂しかった？実家に帰らせていただきます。うちはここだろ。さっさと入れ。なるみさん。いいえ、ねえ。黙って入るのはなしね。ただいま。